皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、バッティングで、皆さん悩んでると思いますけど、割れってよくね、割れを作りなさいってよく言われるんですけど、前回の動画にその割れとは何かっていうことをね、説明した、動画があるんですけど、その割れをね、なかなかこううまく作れない人って結構いると思います。僕もよく現役時代割れをね、こう作れって言われて割れの練習したんですけど、なかなかこうバランスが合わないとかっていうことが、ね、よくありました。で、今回はその方法、割れを作る方法は一つだけじゃないっていうところをね、紹介していきたいと思いますので、最後まで見てください。それではやっていきましょう。はい、それではですね、割れについてやっていくんですけども、前回紹介した割れっていうのはね、こういうふうにここの間を作ること、これを割れと言いますっていうことをね、言ったんですけども、実際ね、練習法とかってみんなこういう練習でよくしたことあると思います。こういうふうに割れをしっかり作る、上半身と下半身が逆の動き、離れていく動きですね、割れ、こう分かれていくっていう意味で、こう割れっていうのを言ってるんですけども、ここでね、僕もやってたんですけど、こういう練習、この時にバランスが合わない子って絶対います。例えばですけど、同じように分かれていても上の方が強すぎて肩が入りすぎたりとか、逆に足がこう出すぎて全然後ろ引けなかったとか、そういう子ってね、小学生とか中学生結構います。割れ作っていけって、割れの練習、こういう風な練習してても、できない子ってやっぱいます。で、ほんでもう一つは打ちに行けないです、ね、割れることを意識しすぎて体重移動ができない、これだけで打ったりする子もいるので、バランスが合わなかったりする子って結構多いです。で、割れを作るっていうのは、それだけじゃないっていうところをね、今回やっていきたいんですけど、僕の例で挙げると、その割れを作るっていうことに対して全然うまくいかない、やってる頭では理解してますね、割れをしっかり作らないと、こう体をこう上半身と下半身を離して、それを使ってパワーを出していくっていうことを言われてることも理解できるんですけど、そのバランスが合わなかったりするっていうことですね。はどうしたらいいか、一緒に、僕の場合ですね、一緒に引くってことですね。ここはみんながやってることはこうですね。でも一緒に引けばいいんです、一緒に。ただこっから足だけがこうやって動いていく、これで実際もう割れてますよね。これでも作れるってことです、割れを。絶対こう上と下がこういうふうに離れていかなきゃいけないっていうことじゃなくて、一緒に動いても足だけがポンって出れば、こっからこれだけで割れができてるってことですね。で、こうやって言ってる人たくさんいますよね。だから割れはこれだけじゃなくて、一緒に引いても足だけが出ることで作れるっていうところですね。これをね、やっていってほしいってことですね。この割れっていうこと自体は大事です。大事なので、その割れの作り方を、工夫するっていうことですね。はい、今からね、ティーバッティングをしていくんですけども、一般的なこの割れってね、よく割れの練習で作る練習法で、やってみて、でバランスが取れない時に、ね、一緒に引いて足だけ出していくっていう、こういう割れの作り方でやっていくっていう方法を2つ、ね、やっていきたいと思います。まずですね、一般的な割れ、よくやる練習がこうですね。こうやって上と下をくっつけた状態で離して打つ練習ですね。つけといて離して、でこの時に、僕とかやったらやっぱ引きすぎてしまうっていう、肩がこう入ってしまったりすることがよくあって、こうやって打つ時に入ってしまって出てこない、でまたはこうやって打ちに行けない、受けてしまうっていうね、こういう感じでなったりね、よくねしてました。で逆の人もいると思います。こうやって足だけがこう出てきてなる人、割れを作ろうとしても足、体が突っ込んでしまって後ろに引けずに打ちに行ってしまう人もね、こう いると思います。で、こういう人はどうしたらいいかっていうところで、一緒に引いて足だけ出すっていうですね、やっていきます。パッ
こういう感じですね。引いて出して引いて出して一緒に引いて出して、でこれがね、例えばですけど、こうここで、ここでずっと我慢できない人は、ね、バットを動かすことでもいいですね。一緒に引いてバットを動かして、こういう人もね結構います。どうしてもこうやって一緒にこうやって行ってしまいがちな人なんかね、体が開きやすい人なんかは一緒に引いてバットを動かして打つと、これをしっかり残したまま足が出せるようになるので、これね一つワンポイントアドバイスですね。引いてバットを動かして、まあ、こうでもいいし、引いてバットを動かして、でこれでもしっかり割れはねちゃんとできてます。わざわざ上と下をくっつけて離して、まあ、分かりやすいからこういう動作なんですけど、これだけじゃなくても一緒に引いてもしっかり足が出れば、これでしっかりこの上と下の距離はしっかり取れるので、割れはしっかり完成できます。で、それがバッティングの中のタイミングの中でそれこういうことを入れていくと、まあっていうのが取れるようになってきて、まあ、例えば中学生以降だったら変化球が出てきた時に対応できるようになってくるということですね。やっぱりみんなちっちゃい、タイミングがちっちゃかったりとかすぐポーンと打ってしまうことって結構いるんですけど、やっぱりこの間が取れる選手、割れをしっかり作れる選手っていうのは変化球でもストレートでも結構対応してるバッターっていうのがやっぱり多いので、皆さんもねここを大事にして練習してみてください。はい、皆さんいかがでしたか。ここの部分で、ね、悩んでる子結構いると思います。僕自身も悩んでたっていうのもあるんですけど、やっぱり小学生とかでもこう、ね、中学生もそうですね、我をしっかり作りなさいよって、我をもうちょっと作っていけよとか、ね、よく言われて、ね、やってるのはやろうとしてるんだけども全然バランスが合わないとかいう子はね結構やっぱいます。でもそれが我や我を作らなきゃっていうことで、それをそのまま取り入れてバッティングしてしまうんで、ガチャンって詰まる子が出たり、またはこうね、前に追い出されてこう泳いでいったりする子とかね、結構いてます。まあそれだけじゃない、我は自然とで、ね、自分で作り上げるものっていうよりは自然とできるようになってくると一番ベストなので、やりやすい方を選ぶということですね。もちろんね、今みたいにこう上と下でこうバランス取ってやりやすいという人もいます。でそれでやりにくいという人は、僕みたいに一緒に引いて足だけが出ていくように、上は残した状態で足だけが出ていくっていうね、ことでこうポンと持ってきたら、このままこれだけは離す、でこれでおしっこがねを作るっていうことがねいいと思います。やってみると。次回もお楽しみに。それでは失礼します。今回ですね、今ね動画とかでも流行ってる令和スイングってありますよね。それね、僕もね実際あの YouTube で動画見たら、すごくね理にかなってること、いいこと言ってるなと思ったので、その令和スイングを実際にやってみたいと思います。でやってみた結果、どういう感想が出るのかっていうのをね、言っていきたいと思いますので、最後まで見てください。